先輩、はい、僕はアーティスト活動してるじゃないですか。いいように言うな、アーティスト活動って。いやいや、だからイベントで会場に行って、うん、ミュージックを届けて。ミュージック届けて、ダセーな言い方。ミュージックを届ける、ニココレっていうね、はいはいはい、実況者たちのミュージックコレクションイベント、うん、まあ人様の曲をお借りしてさ、はい、お歌を歌って、うん、イベントをまさか盛り上げてるじゃないですか。はい、そうだね。まあ奈良子さん余興師みたいなところあるからね。ちょっと待って、アーティストって言ってよ。いやいや、太鼓持ちみたいな。誰が余興、太鼓持ちは全然別の意味だよ。皆さん盛り上がってますか。よいしょよいしょ、プレチョーみたいな、やってないでしょ。やってない。いやでもね、うん、その時のニココレの、うん、ライブ、うん、写真が届きました、うん、おー、いや何、ライブ写真、ライブ写真一丁前にカメラマンが入ってるんですよ、ライブに。誰撮んの。俺たちをよ。ななこさんを。ななこさんを。いい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 いって何。もうモザイクかけてていいから、もうななこさんのところ。なんで俺だけ映る価値なしなんだよ。フォトショで加工してない感じ。何本間違えたの俺は。ライブ中にA と B でずっと間違えてたから。肉の味わかんねえから。全部一緒だから。肉の味とストラディバリウスの音色聞き分けられないから。分かんないから。いやもう本当にプロのカメラマンの人に入ってもらって、うん、プロに撮ってもらったの。そう、撮影してもらったやつが納品されましたんで。プロってあれ、なんか黒い幕かぶってはい撮りまーすボンボンのやつ。現像に時間かかるぞ。ライブ中うるさいでしょ。あっちいし場所取るし、あれもう今もうパシャよ。あ、今パシャなんだ。もうクリ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 パシャよ。いや映るんですよ。それも20年前に1回あって、もう1回リバイバル来てるかもしれないぐらいの何週か回ってのブームになってるやつじゃん。いやもうそれをね、うん、ちょっと今日は先輩でお見せしようと思うんで。あ、もうできてんだ。はい、見せてくれんの。単純に先輩にお見せするっていうだけの動画です。そのリアクションをみんなに楽しんでいただくっていう。あー、なんかいろんなリアクション動画ってあるけど、俺ナナコさんのアーシャ見る、アーシャを見る回です。今回は何なんだよそれ。まあでもあれでしょ、ワクワクするでしょ。まあそうね、大学時代の後輩がアーティスト活動してミュージック届けてる写真がどんなもんか、しかもプロが撮ってるわけでしょ。そうですよ。いやこれちょっとまあ楽しみっちゃ楽しみかな。めっちゃいい写真揃ってるんで、おお、ちょっと楽しみ、ご覧ください。おい、じゃあいきますよ、うん、まず、うん、1枚目の写真は、うん、こちら。プロのカメラマン何狙って撮ったのこれ。めちゃめちゃいい笑顔でしょ。奈良さんちょっと引きつってない、なんか引きつってんのかなこれ。いやこれあれでしょ、新郎友人がさ、うん、下ネタで滑った時の式場の司会の人の顔してるもんだって。そんなには引きつってないよ。とっても愉快なご友人でしたね。の顔じゃん。ウェディングプランナーの。ウェディング司会やってるね、式場の。さあ、続きましては、新郎の。気を取り直しての、会社の上司の方からご挨拶いただけますでしょうか。その後、いや、写真自体はすげえいいけど、いい写真だけど、ね、ななこさんの表情がちょっと、俺これ満面の笑みだけどな。ちょっと引きつっちゃって、顎のところのラインも目立っちゃってるからな。いやもうちょっと見ないでくださいよ、恥ずかしい。これこそ鼻つけとけよこれ、ちょうど。じゃ次の写真いきますよ。いやでもいいね、なんかちょっと普段と違う顔してるわ。あ、次はもうあれですよ、もうまさに歌。おー、じゃあちょっと結構かっこいい感じ、ね、歌のシーンです。いきますよ、うん、あー、やばどう。このライトアップされた俺の柔らかい顔してる。光の緑の光の影響もあるのかな。柔らかい顔している。鼻セレブじゃんもうこれ。こんな穏やかな七子の表情、花粉症の時でも痛くならないよ。全然痛くなる。ヒリヒリしないよ。すごい、何このソフトな感じ。俺もこんな表情できたんだなと思って。柔らかいの臨終だよねこれ。完全に力抜け。これ何の歌歌ってる時のやつなの。これ何の歌かな。バラード。ノーバディーノーズかな。ノーバディーノーズでこの瞬間ある。ノーバディーノーズにこの瞬間の1小節存在せんぞ多分。
ノーバディノーズのあの小説の中にはこの顔ないよ。顔じゃ分かんないじゃないですか。あノーバディノーズのあのガラガラ声のやつかな。いい表情撮れてると思うんだけどな。見たことない奈々子さん。そうだよね。ああ面白い、いい写真だねこれも。やっぱ引き出すね、うん、なんか見たことない表情。いやそうなんです。プロさすがだわ。続きまして、うん、あ次もね、うん、こんな表情見たことないって言うと思うよ。こんな表情見たことない、うん、引き出された。おー、ちょっとお見せしていいですか、うん、こちらです。闇奈々子、闇奈々子じゃん。これ何、これ手元な、怖っ、手元何やってんのこれ。いや分かんない。次歌う人のマイクに何か仕込んでんじゃないのこれ。なんで俺これ独自仕込んだ必殺仕事人みたいな。マイクのスイッチ押した瞬間に穴のところからガスみたいなやつがボンって出てさ。これちょっと怖っ、何これ。俺仕込みの写真じゃないから、これ見たこと、何これ、怖っ。いやでもこれちょっと優しいというかね、なんか邪魔じゃない。この影の感じかな。なんかもうノーバディノーズ歌い切った後この顔されたらめちゃ怖いけどね。いやまあ次何の曲だったっけな。ダパンプかな。ダパンプ前これいく。すごいね緩急が。まあ、前とかサビいいね。あサビ、ダパンプサビこれ。ダパンプサビでこの顔。USA とかじゃないですか。ダパンプのかのバラード調でもないのに USA USA の USA の時の、いやこれは乗り方わかんない時っていうか、なんていうかなんだろうね、明け方ブータンだよね。USJ じゃない。誰が明け方ブータンじゃん、こら。もうそろそろなんかあのヤギの乳絞る時間かの寝起きのブータン。朝4時じゃん。寝起きブータンだよこんなの。歌ってねえだろ、仕込みの前イッサは。寝起きブータンって曲。寝起きブータン。あの人別に世界各国歌う人たちじゃないからね。あ、そうなの。190ぐらいネタがあるからいいなじゃないんだあれ。次でも全部ケチつけるじゃないですか。いやケチっていうか、いや奈々子さんがせっかくプロに撮ってもらってんのに変な顔ばっかりするから。いやもう次こそもうザ歌ってる。かっこいいやつ頼むよ。あ次かっこいいです。激しい感じ、激しい感じ、激しい感じ、うん、これぞライブみたいな。はいはいはい、いくよ、うん、これはこれこ目怖い。これ奈々子さん？俺だよ。親戚のおばちゃんじゃなくて。じゃないよ。決まっちゃってるおばちゃんじゃんこの。あんた結婚決まったの？そうじゃないよ。久々の親戚の集まりで幕し立てる。これ何？これお客さんに相当ひどい言葉投げかけてない。投げかけてない、投げかけてない。前列のやつら。もっと脱げよみたいな、なんかマキシマムザホルモン歌ってないから。これすこれこんな顔できたんだ。いやこれは何の曲やってた時？これはね、うん、これ斉藤和義かな。斉藤和義あれかな、斉藤和義のハーモニカパート音鳴らしてた。口でへーみたいな。ボイパ中の。俺楽器やってんだよ。全部自分でやるみたいな。声と顔で楽器表現しないでしょ。これすごいね。いやまあなんかライブであるよ、このなんかあの台に足乗せる感じね。そう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 。いやでもこれさっきの表情の流れの中でこの顔出てくかな。これからのこれ覚醒したじゃん感じ。あれ奈々子さんって、俺が普段喋ってる奈々子さんって奈々子さんのうちの一つの人格でしかないのかな。そう、これあのパズルドラゴンズの、うん、パズルドラゴンズの進化前、ね、で次が進化後。あーこれ超進化じゃん。パズドラなんか石いっぱい集めてのレア度上がってるんじゃないの。いやこっちの方があの強いから。強いよねこっち、絶対攻撃力高めだもんな。歌のシーン、いやかっこいいんだけどな。いやちょっと怖さ勝っちゃってるからな。あ次ははいはい、もう見ただけで何の曲か分かる。見ただけで何の曲、こればっかりは、うん、あのもう曲ごまかし聞きませんね。ほーもう静止画で音聞こえてくる感じ。もう絶対に音聞こえる。マジでもうこれ見た瞬間に音聞こえると思う。はい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 、いくよ。じゃあ次の写真、うん、これはもうそうじゃん。ドラムちょっと笑っちゃってる。ドラムちょっと
見ないどこうの完全に妖精夏がじゃん。聞こえてきた。聞こえ海も見えてきた。見えてきた。海とあのなんか空撮も見えてきた。 TM レボリューションの七子さんが服着てないように見えてきた。なんかインボーク風も見えてきた。聞こえてきた。インボークそっちだったの。俺てっきりあのこの格好でそっち歌うんだ。これ多分あのドラムの人そっちかーいのか。そっちかーいの。おいおいおい。ちゃんと練習してくれるとやっぱり笑っちゃうっていう。そっちかーいの。いやこれめっちゃいいでしょ。これはいいし、雑なガムテープがまたいいねこれね。これはいい。あと地肌直張りっていうね。うん、ちょしばらく、うん、あのホットリビート続きます。しばホットリビートしな。あこれなんか似てるじゃん。これ似じゃん。これだけキサラで撮ったそっくりモノマネパブそっきりそっくり感キサラで撮った。誰がモノマネパブじゃんこれ。これだけ西川感すごく。メイクしたのこれ。してないよこれ。西川感すごくない。僕ののカメラマンが西川のショットを探したんですよ。今っていう時にパシャってすごーこれ。俺も滋賀出身だしな。やっぱな。あ西川さんも滋賀出身なの。滋賀出身なの。あやっぱ滋賀の人って絶対なんか西川に繋がってんだね。そうなの。全部同じ血繋がってる。いや西川の血強繁殖力強そう祖先の戦国時代にすごい栄えた西川家がめちゃめちゃ栄えてんじゃん。まさか後の世にホットリミット繰り出すとは。すごこれ西川感すごいね。いやまだ多分次も西川感なの。あとどこ指さしてんのお前は笑ってないよなみたいな。いやでもやっぱ西川のリスペクトです、ね、あ西川滋賀トヨタの CM の時の西川じゃねえかそれ。指さしてんの。次も西川よ。はいはい西川しばらく西川よ。西川続くね。西川続くね。これちゃんと、はいはい、これちゃんとね、あの表情見てくださいよ、アップしてちゃんと西川ですか。西川ね。目細めてる。そんな西川いたっけ。すごい西川よ。あとチェックの抜け殻がこれ。あそうそうそう。チェック脱ぐと西川ってか、まあ、西川も若干チェックみたいなところあるからな。いやでもねこのチェックがねこの後ねいい働きしてくれるんですよ、うん、お何多分次かな。ああこれだ。これなんだこれなんだこれ。これあの右にいるのがトリッピーなんですけども。はいはい。わかった。風演出。風演出。これねライブ中にねどうしても風を発生させられなかったから。左にサーキュレーターあるあるある。これ送風機でしょ。だってトリッピーにお願いして。いやもったいない。左のやつ使ってこれ。バサ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 。いやいや左じゃ風力足りないから。風力足りない。バサバサ。ここでこの会場に台風を巻き起こしたっていう、ね、これ名シーンです。いやもう避難勧告出してほしかったな。完全にみんな見なくなりました。そうね。みんなもう目そらしてるもんな。バックバンド、うん、ドラムも全員なんかドラムもギターも全く見なくなりました。ドラムもギターも全員ニヤついてるもんな。なんかポークが上がってるもんな。あとトリッピーさんの目ガチやがガン決まりね。プロの風起こし職人。これプロ意識すごいねトリッピーさんの。さすがよトリッピーさん。いやすごいね。もうそろそろ終わりになっちゃうかもな。あそうか。次はどれだったかなと思ってね、うん、そろそろホットリミットもういいぜって感じなんだけど。ホットリミットも終わると思う、はい、あーホットリミットだ。ごめんなさい。決めホットリミットがありました。決めホットリミットだねこれね。あ決まりましたね。決まったの、うん、で緑のライトが、まあ、七子さんのカラーなんだね。そう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 、これでも かっこいいじゃん。なんか角度とか、うん、これいいんじゃない。顔見ないでいいんだ。あーもうこれみんなねありがとうって言って。あーはいはい。この時も若干西川感あるのよ。あまだちょっとあれだね。溶けきってないですね。あとドラムの人泣きそうじゃないですか。もうやめてくれみたいな。違うこれ貫類したのよ。貫類したの。貫類したのよ。こいつまだ喋るんかいっていう。いや違う。七子さんの MC に反応してくれたのよ。まあ確かに20分喋りましたから、ね、ホットリミットの後。おいトークライブじゃねえぞこれ。で、あーもう決まりました。あーこういうのよ。こういうのこれじゃん。もうこれはね、これ一枚最初に見せてくれればよかったのよ。もうこれ一番気合入って歌ってましたから、ね、あーこれいいじゃん。これ何歌ってたのこれは。これ月月火水木金金。ギャップがすごいな。せっかくかっこいいのに軍歌ね。軍歌歌ってんのがやっぱ軍歌歌う時が一番七子さん気合入ってるからな。拳の握り方が違うもんな。月月火水木金金のカーのところね。カー月月カーの顔だなこれ。これは確かに。何を洗脳しようとしたのこのライブで。気合入ってたんだよな。いやこれすごいな。いやいいライブでした。めちゃめちゃ盛り上がったな。すごいこれ
そうか、うん、おー魂抜けた最後最後方針しちゃったよこれ。そうですね、いやーいいライブだったな。いろんな表情してたんです、楽しんでたんだと思うな俺もやっぱな。あーそうね、完全にもう放心状態。これ最後ぐらいなのかな。はい、これで終わりです。おーいいよ舞台裏はメイキングとかいいよ。これ何やってんだこれ。これ舞台裏で、あの、うん、もう出てください七子さん、もう出番ですって言われてるのに髪の毛セットしてる俺です。とっとと出てけ、もう出番ですって言われてにもかかわらず、うん、ギリギリまで髪の毛セットしてるのをモノクロでお届けしてます。白黒でそれ演出する必要ある？何ちょっとおしゃれな感じ出してんの、迷惑かけてんのに。以上です、僕のニココレミュージックコレクションの撮影一覧でございました。ちょっとお楽しみいただけましたでしょうか。いやいいね、やっぱプロが撮るとでも違うね、なんか雰囲気が、うん、今度俺撮るよこれでも。え？ライブあったら撮れる？うん、俺なんかすげえね、いいカメラアプリ持ってんのよ。カメラアプリ？うん、七子さんを撮ると、うん、七子さんが老けて見えるっていう加工。おい、あのフェイスアプリじゃねえかよ。おじいちゃんになっちゃうやつ、あのiPhone の情報が抜き取られておなじみの。そう、なんか中国製のやつって書いてあったからそれでちょっと撮りまくろうかなと思って。おい、でも俺がだから将来俺がライブやってんの先取りじゃん。老人になった俺も、老人になった奈良子さん、奈良子さんがだからいくつになってもいっぱいライブしてほしいなっていう願いを込めて中国のハッカーたちと共に応援したいって気持ち。ハッカーたちと共に応援するんじゃないの。あと抜き取られるのあんたの情報だからね。ああそうか、これ別に七子さんの情報。俺の携帯取るわけじゃないんだから。まあいいや、俺の情報ぐらいなら安いもんだ。なんでだよ、なんでそれにかけてんの。まあちょっとまたぜひね、イベントがあった際は見に来てくれると嬉しいなと思いますんで、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。楽しみ。以上、アーティスト七子の一面でございました。アーティストっていうな。ご視聴ありがとうございました。髪いじり遅れ野郎だろ。誰が髪いじり遅れ野郎。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。